風呂敷カラカラさん、おはようございます。ワールドの、えー、公開練習のインタビューが来ています。カ、え、オ、ー、君は、人生何度目かというくらい通常運転で、へえもうそうですね。ユーマ君が驚いていました。カ、え、オ、ー、君は大学は明治だそうです。うん、えー。インタビューでは、インタビューは富士好きに来てますよ、ということです、ね。お聞いてみよう。人生何度目かというくらい通常運転。えー、結構じゃあ、調子いいってことですね。 はい、カオくんがかなり調子いいらしいですよ。はい。ええー、いいですね。通,通常運転ってどう,どう捉えればいいんだ、これは。うん。はい、ええー、こんにちは、三浦です。世界選手権出場メンバーの公式練習インタビューが YouTube に上がってきました。うん。シバく君の言葉を大まかにですが、お伝えします。過去、自分が2連覇をした試合とは比べものにならないほど、今回の大会は、 ハイレベルな戦いになると思うが、えー、それでも勝ちを意識した練習を今までやってきたつもりなんで、えー、それをそのまま競技できたら思うと。なるほどですね。うん、うん、うん ステファン先生や宮本健先生にも喜んでもらえるような演技をして結果を出したい。失敗したらどうなるかどうするかじゃなくて、もはや完璧な演技が求められるんで、そのため100%の力を出すという気もして試合に挑みたい。言葉を言い回したちょっと違うかもしれませんが、だいたいこのような感じで答えてみましたよと。ところどころちょっと笑っちゃうような、<laughs> なるほど。相変わらず、昭和節も聞かれましたが、また、いつもの、まあいつものこと驚きません。 うん、そして、私はこのインタビューから感じたことは、シューマくん、本気モードです。いや、どの選手も、本当モードです。本当モードね。うん。えー、当たり前ですよね。でも、シューマくん、今までちょっと違う感じがしました。なるほど。うんえー、気のせいかもしれないけど、なるほどですね。ちょっと見てみようかな。あ、それと、なんかあってごめんなさい。リッキーだったか、タッキーだったなんかの、あ、 はいはい、えー。タロットカードラーの YouTuber のがあったんで見てみました。えー、シュマくんを占っていました。うん。あの方僕も時々見ますよ。それによると、えー、今年はシュマくんは何かの変化が起こるとしたと。で、世界選手権はもちろんいたイリアくん、えー、ユーマくん、アダムくんが立ち裸に。めちゃくちゃハイレベル。でも最後のカ、えード出た。シュマくんはそこを超えるもっと上の次元に行っていると。嬉しい。あくまでも、えー、カード占いだからね。 でもこれを信じて応援頑張りますということらしいですね。なるほど。なるほどですね。変化が起こるんじゃないかっていうことらしいですね。いろんな意味で楽しみですね。うーん、なんだろうね。はい。ということで、なんかちょっとあれなんですね。なんかいつもと違う感じがしたという。なるほど。なるほどね。ちょっと見てみますか、じゃうん。はい。ありがとうございました。コのント一になります。